あの、一週間いろんなことをしてきて、で、喋りたいことがいっぱい溜まってて、で、これは明らかにフリートークが長くなるなっていう。で、もう予定した時間もオーバーして、なんならコーナーとかもどんどんなくなるぐらい、これ喋っちゃう可能性あるなっていう時は、あの、オープニングとかを短めに喋った方がいいってことに、今週気づきましたね。ええ。二十歳からラジオをやらせていただいたんですけども、特にこのエコーのかかっている時間なんていうのは、 もう短くシンプルに、もう待て、なくたっていいんだからね。いきなりテーマ曲、これすごいでしょ。コロンブスの卵的発想でしょ。コロンブスの腐った卵的発想でしょ。コロンブスの茹でてもいねるのに温泉見て何をするのこの卵を食って大丈夫。ダメ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 的な発想でしょ。で、これもいらないでしょうね。えー、月曜ジャンク伊集院光、シニアのバカジ あの今週もですね北海道に行ってきました <laughs> どんだけ好きなんだって話ですけど今朝まで北海道にいましてでえっと昼の番組「玉結び」っていう番組にゲストを出してもらってで受けた質問が「あのラジオとは?」みたいな質問来たんですけどまい、あ、い気になって喋ってましラジオってのはね」なんつって「深夜ラジオってのはこう思うんだよ」つってるやつが「今日!」 フリートークがパンクしてもうなきは早めにオープニングを切り上げるっていうことにやっと気づいたっていう、どういうわけなんでしょうね。だからこのゾーンでは、この一番最初のこの音楽やってるゾーンでは、今日の心構えっていうか、北海道の話をしますから、ちょっと北海道を頭に思い浮かべてほしいっていうね。で、えーっと、 まあ家にいつも北海道の地図が貼ってあっていずれ征服するって思っている人は敵なんで征服されちゃうと僕いけませんからもう寝てくださいで、あのー、なんだろうね、地図貼る人は地図あ,あって前にあるとそれは余計分かりやすいですけどそこまでの用意を強いるような番組じゃないですから、まあ、北海道何、何例えばいいですかねあの北海道の形をかたどったあのサブレみたいなやつ。 あれを思いいい浮かべててただいてあ,れに <laughs> あれに例えたからすとあの俺は分かりやすいですけどじゃあーズのままでいいんじゃねえかみたいなことになりますからねあの味はねバターが濃いめのやつがいろんなとこから出てると思うんですあの形自体は特許じゃないですけどもともとある形ですから北海道の製菓メーカーは結構出してると思いますけどまあ一応どれを用意してほしいかっていうと僕はバターの強めのやつがいダイエット中だからな えーと、じゃあこうこれ食べましょう横顔人間の横顔あるじゃないですか横顔でカーッて口を開いてるでその横顔でもいろんな丸顔の人とかいますけどあっあれ女将横顔見るとこううなじの辺りが函館っぽくて北海道っぽいよねーなん頭とんがっててさそ,そこの頭とんがっててさちょうどへこんでるとかんじゃないあ 前の前の旦那に傷ついてぶんられた後なのそこがねわかんないっぽいなって <laughs> ごめんもうごめん色々いろいろ聞きたいことあるわそうなっちゃうと前の前の旦那って結婚してんの結婚はしててるの、ね、あで前の前のね前前旦那がいて その旦那は木槌でぶん殴られた剣とは別件で離婚してるの別件なの木槌 <laughs> で,でずっとずっとへこんでる何年前45年前え22じゃないの <laughs> あら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 で泣き袋のところが釧路の辺りになるねなんつってだからそ,のそういう女将に知り合いますいれば <laughs> いればそれを思い浮かべもうダメな場合は地図で地図 <laughs> か。 静かにひし形でいいですじゃあひし形で大体い,いいんで大体ひし形のこの辺が行ったとこみたいな話ひし形でお願いします菱ひし形の話じゃあのねおかみも詮索されたくないことがもういっぱいありますからね、まあ、ミサエっていうバーのママなんですよね今旅館の,あのおかみやってる前はミサエっていうそのバーにいましたこれでその、まあ、ミサエの常連客に まあ、旅館のお旦那がいて、まあ、なんだかんだ目が手みたいな関係になったり離れたりしてるうちに結局今は旅館の女将をやってるんです結局やってた席は入れてないんでだから私は未婚だと思ってたんですけど前の前の旦那って言われたら、まあ、まあびっくりしたんですけどもでその,での昔の女将の写真があって裏に「タズコって書いてある「タズコミサエじゃねえのお前ミサエじゃ何なのミサエは」的ないやごめんなさいこれをなくすると 喋れる分量が多くなるってことに、も今、今気づきましたんで、曲かな曲かな <laughs> えー、フラワーカンパニーズで、夜空の太陽。地図用意した地図。ねえ。なきゃあれ、バター、バター。四つババターの、あんだろう。四つ葉バターのところに北海道書いてあるんだろう。ちょいと、とってこい,とてこい <laughs> スライスチーズしかありませんでした。 で、じゃスライスチーズをまず北海道の方にちぎれ上手に <laughs> 上手にちぎるところから、まあ、スタート、ね、でで、それ食えね、地図なくてもわかるんでしょっっら、できんじゃねえかよ腕あんじゃん腕あんじゃん <laughs> あのー、もう地図うんぬんはいいです。ね。あと、たずこの話もいいです。ね。あと何、何あの、スライスチーズだけに、あの、地図の話と伊集院さんうまく書けましたねって言ったやつはもう、お前、たずことお揃いのとこ、傷ちでぶん殴ぐってやるから。 バカで、えっ、ー、と、まあ、スペシャルウィークに頭まっらバカ野郎にバカ野郎扱いされる覚えはないと思いますんで、もうすぐにゃもう、それで怒っちゃった人は文化保存に会長です。で、あのー、スペシャルウィーク特別っていうこと、もう雰囲気違うじゃないですか。何の雰囲気が違うかっていうと、ガラスの向こうになぜか久しぶりに宮崎プロデューサーが、やってるなんつって。<laughs> ね、やってんのなんつって、あの、来ちゃったんで、ね、あのせっかくプロデューサーがあの来ていただいてるんで、 お前雑用係やれ。な, <laughs> な、お前たまに来たんだやれ。で、えっ、ー、と、スペシャルウィークなんで、一応メールの募集、生メールの募集をやります。それで移住員これについて喋ってくれとか、もしくはこういう質問がありますみたいなやつを、えー、送ってもらうんですけど、いつも、 うちの番組は、あのー、あんまこう、人手がないんですよね。あの、三ちゃんの補行つって、<laughs> ね。チャンズージャとアグネスちゃんと誰かっていう、三人しかいないんです。だから、あのー、高速スライダー投げるやつと平和をやたら訴えるやつ、ね、何年、日本に来てもお前日本がうまくなんねえなっていうやつと、誰かが大体いつもいてやってんですけど、ちょっと少ないんで、少ないんで、いつもメールを募集すると、たくさんいただけるのに、それを選びつつ喋りつつになるから、 結局、こう、ちょ、ちょっと選んでる間に曲をいっぱいかけることになったりとかしちゃうっていう、こう自分なりに抱えている矛盾みたいなのがあるんですけど、それを、あの、プロデューサー様、もう一番偉いんだから、肩書き的には。あいつにやらせるから。<laughs> え,えっと、メールをね、ね、それができんだろ、テクノボコのやろう。な、ね、ん <laughs> <laughs> だろう、このテンション。<laughs> 昼間からいるからかな。あと、ゲストでラジオとはって聞かれたから、調理乗ってんのかな。 あの、宮崎プロデューサーがちょっと選んで、あの、荒寄りをしていただいて、で、あの、持ってきていただいて、で、邪魔だからとっとと出てっていただいて、それでまた荒寄りするっていうことだから、いつもだと実際僕がすごい選んでるんですけど、なんかだから、宮崎プロデューサー好みみたいのが選ばれる。そう、俺も、宮崎プロデューサーの好みは全然わかんない。確か、趣味はサドル泥棒で、<laughs> 仲間が捕まったんだって仲間が捕まったから、これから俺の、あの、テリトリーが増えるっつって。気をつけてくださいよ、皆さん。女子、あの、女子の舐めたいから撮ったって。嗅ぎたいの上なんだねえ。宮崎プロデューサー舐めたいから撮ったんですってようだ。だってた普通、家具だけだよね。だって普通飛んでんだよ、みたいな。その、宮崎プロデュー乗ってるね、伊集院。乗っちゃってるね、これは。ねえ、その、 えー、宮崎、えー、プロレスー、今一回しか菓子屋で叩いてないから昇太の寿司で言うところ、まあまあうまいぐらいの <laughs> いっぱい連打しちゃった時にはこれ相当うまいぞ相当うまいこのサバサバなのにもかかわらず腐ったゆで卵の匂いがするぞなんつってそれは腐ったゆで卵だからですなんつってねほいでその北海道の話がいっぱい時間を取りたいよ、ね もうダメだわ、今日のこの感じは。<laughs> この感じは全くダメだわね。<laughs> 面白いバカが生で喋ってるぞって,って。友達とかにメールを。ね <laughs>、友達とかのメールを打ってくれるって。ね、ね、であのー、ほいで宮崎プロデューサーが選んだやつに関して答えて。答える時間あんのか <laughs> 答える時間があんのかよ、もう。ね。 あとね、今回多分、あの、宮崎プロデューサーが常識的な人だったら、タズコのプロフィールに関しては選ばない方がいいよ。喋んねえから多分、他の、北海道の子供も他の質問も。で、あの、すごいんですよ。プロデューサーがこうやって力をね、一肌脱いでくださるっていうことで、ディレクターもこういう一肌脱いでくる。ディレクターの池田かですね。なんと内緒にしてたんですけど、エンターブレインっていう出版社から、まあ僕が出したファミツー僕っていう単行本を、 業界長くやってますから。この番組ディレクターとか他プロデューサーとかもやってますからね。あのー、いろいろ顔も広いでしょうから。このファミツーと僕を広めるために、その、新定用の本を池田プロデューサーの方に差し上げますんで、大変お手数ですけど、知り合いのタレントさんとかにお渡しいただけないでしょうかつって、任しとけっつったんだけど、誰も知らねえらしいんだよ、<laughs> 誰も知らねえからっていう理由で、誰にもあげられないまま残ってるらしいんですよ、本当。<laughs> で、その、1998から2000っていう最初の巻と、2000から2002っていう巻が5冊ずつありますんで、これあの質問を、あの、採用された人の中から、採用された人にする質問もらった人の中から、えっ、ー、と、適当に、 えっと、厳選なる抽選とかじゃないすか、すごい適当にですよね。適当に、えー、っと、五名様五名様三入りで差し上げますんで、これ片方買っちゃって読んじゃったこの、この超面白いやつの、もう一冊は買わねばなるまいって思うでしょ。ね。 2冊あんだけテンション高く宣伝しといて、この1冊がそれこ、これがしか面白くねってことは、もう1冊相当面白くなきゃ詐欺だぞって感じになりますから、これもう1冊買うんじゃねえかっていうことで、えー、っと、これもスペシャルウィークらしくプレゼントを、つけます。ね。 で、だって、その、エンターブレインに頼まれたらしいけど、あの、誰かにあげたって聞いたら、あの、玉袋辻太郎さんにあげたって言うんだけどさ、それ俺もあげられるよ。別にそんなの全然あげられるからいいんだよ、それ近場は、みたいなことになった本でございますので、えー、もしもうすでに持ってるって方がいましたら、サイモンを送りますから、その、余った。 で自分の買って持ってる方に関して、あのー、ローカル駅にひっそり置いてあるある文庫本があるやつの中に急に入れておいて <laughs> 急に入れておいてください、えー。じゃあメールアドレスをやっと言います。<laughs> 規制を全部上げてきましたが、やっと言いますよ。バカアットマーク tbs.co.jp。バカアットマーク、えー、tbs.co.jp です。 これパソコンに打ち込まないとダメですからね叫んだからって誰か取りに来てくれるわけじゃないですかね <laughs> そこまで宮崎プロデューサー暇じゃないですかね <laughs> えー、ここに、今伊集院に喋ってほしいこと、聞きたいこと等ありましたら送ってください。お待ちしておりました。今回、北海道は、えー、っと、金、土、日、月。まあ、まあ、月曜日はもう朝飛行機で帰ってきただけなんで、ま、あ丸々、金曜の朝行って、金、土、日に行ったんですけど、まあ、 前回8月の、確か3、4、5ぐらいに僕は行ったと思う。その時は、旭川の方に行ったんですね。で、その時思ったのは、まあ、自転車持ってて自転車乗ったり、バッティングセンター巡りをま、したりしてたんだけど、まあ、毎回僕の旅っていうのは、なんつったらいいのかな。計画してるとさ、楽しいのよ。計画してると、 こっからここを自転車で走って、で、その先のバッティングセンターに行って、そうするとそこからこうローカル線がこういうダイヤ出てから乗ってとかバス移動をして、で、次にこのバッティングセンターに行って、ここで何食べてっていうようなことをやってると、結構楽しいんですよ。その計画自体が。だけど実際は、あの、僕は理屈バカですから、そういうこう、ルールバカの理屈バカですから、 あの、もうすぐに、こう、なんていうの、うんと、言うんで、そういうルールに縛られるっていうか、ね、あの、カット打法は、スリーバント失敗しますよみたいなことを言って世間から怒られたりするわけですよ。どうなのなんて言われたりするんですけど、結局、その、 これ俺と同じような人いてくれますかねえっと、計画を組んでるそのパズル自体が相当楽しいんですよ。ここはこうだろう、こうなるだろう、こういうアクセントにこう耐えればいいみたいなことを組んでいくのがすごい楽しくて、しかもその時刻表を見たりとかネットでこう、その乗り換えん調べたりとかしてるパズルがすごい楽しいから、逆に実際にもう行く段階でもうちょっと、なんつうの、<laughs> プレッシャー伝えんだけど、結局んとこそのパズル、 を実際やって答え合わせが完璧だったことが100点っていうことはもう減点法みたいなもんで、うまくいかないとマイナス、もう旅っていうか確認作業みたいなことになってくから、今回はちょっとそれだけは回避しようっていう、北海道を楽しもうっていう、俺の体力の限界がこれだから、その体力の限界から逆算するとこれぐらい自転車乗れるみたいのやっちゃうとダメだっていう、疲れに行くだけじゃんってことなんで、 ちょっとこう、最初の計画では、割と緩めに行こうかなっていうのが一個。と、えー、前回旭川に行った時に、その旭川サイクリングロードっていうところ、一部だけ乗れたんだけど、どうやらその時調べたらサイクリングロードが結構北海道にはいっぱいあると。で、これは、もともと、鉄道が通ってた跡地を使ってて、最初に北海道にその、記者ポッポが、その、走り出した、 あの時に、記者ポッポの途半力がそれほどなかったせいで、坂が緩やかな。その、記者ポッポの鉄道がすごい坂が緩やかだから、そのレールをどかした後を、そのサイクリングロードにしてるんで、登りがそんなに、登り下りがそんな激しくないみたいな。ここで結構いいサイクリングロードがどうやらいっぱいあるっていうのが、国土交通省かなんかのホームページで分かって、それをとにかく一個一個乗ってこうっていう。 で、さらには、バッティングセンターが札幌に集中してんだけど、札幌以外のところにちょこっとずつある、それも拾っていこうって言うんで、えー、まず、帯広空港、多分初めてか2回目ぐらいで、帯広空港のところに金曜日の朝行きまして、これで最初の予定ね、で、帯広の近くにはバッティングセンターがどうやら2個あるらしい。で、その帯広には、十勝川温泉帯広、 サイクリングロード自転、自転車専用道路っていうのがあって、それに乗りたいと。だからここの帯広で、サイクリングロード行きつつ、えー、っと、バッティングセンター2個、えー、行って、で、その日のうちに今度、釧路。釧路はその、横を向いたかみだとすると、<laughs> 北海道横を向いてパクって口を開けてる、で、レロレロレーって出してるとこが北方領土。<laughs> ね <laughs> の感じにしますと、ね、あのー、ちょうど南の洋子のところです。<laughs> あの、口元のところのちょっとほくろみたいところが、顎の完全な頂点のところが、えー、えっ、ー、と、帯広で、帯広、まあ、襟もみがめんどくせえな、この、この例えすげえ。<laughs> まあ、その、口元のほくろぐらいのところが、えー、釧路になりますんで、その釧路に行くと、えー、釧路にバッティングセンター行けるんと。 で、バッティングセンターと、今度、釧路には、えー、釧路、アカン、自転車専用道路ってのがありまして、これも30キロぐらいだと思うんですけど、最初のとこも30キロぐらい。で、ここも30キロぐらいですけど、あって、まあ、このバッティングセンターと自転車道に行きたいんですけど、まあ、その、1日目の夜ぐらいにバッティングセンター行っておきましょうと。それで、2日目はその釧路のサイクリングロード行って、もうそのまま移動しちゃいましょうつって。で、次行こうと思って、網走り。 で、あばしりにはバッティングセンターがないんだけど、えー、っと、あばしり、ところ、ちょうところちょうとかって、今度、あばしりはたずこのどこだね上唇の、<laughs> 上唇の上のところに、のぐらい。上唇のちょっと上、もうちょっと上か。 泣きぼくろって言うには、ちょっと、あれ、千秋直美と、宮古春美の間、もう分かりにきいじゃねえかよ。<laughs> <laughs> まあ、しりが,があるんですけど、そのしりまで移動して、しりから、その、と、オホーツク海側を上上がっていく、そのところところに向かって、これも結構長いサイクリングロードが、まあ、ありましてね。で、そのところから、さらに、 ええと、左の方にっていうか、はい、まあ、行った方に、エンガル。そして、エンガルのすぐそばに安国って駅が、安全の案に、えー、国って書いて安国って駅があって、そこにバッティングセンターがどこ一軒あるらしい、ね。で、このバッティングセンター行きまして、で、さらに、うまくいっ たら、旭川も行っちゃおうつって、旭川行って、前回旭川サイクリングロードって言ったんですけど、もう一本旭川総運橋サイクリングロードってのがあるから、その総運橋側から自転車乗って旭川に着いて、で、翌朝,朝日川空港から帰ってきて、で、玉結びっていうその TBS の昼の番組出してもらうみたいなことが大体僕のしたいこと、 なんだけど、俺の心構えの中では、今言った山盛りは、全部はまあ無理だろうなとは思ってただから、行けるとこまで行って、また北海道行ってもいいし、次のお楽しみにしてもいいしって、まあちょっと思ってたんだけど、怖いのは、まあ前回北海道行ったりとか、いろんなその、田舎町とかで、そのバッティングセンター巡ってて、行ってみたらないっていうケースはさすがに今回はきついと。だってかなり電車乗りますから、あの、 東京の人間はね、今、北海道で聞いてる人いると思います。ちょっと北海道舐めてるとこがあるんですよ。その東京の都市の一個一個と、北海道の都市の一個一個の、こう、距離感みたいなものをごっちゃにすることがあるんですよ。その、東京だけが書いてある図と、北海道っていうだけが書いてある図を比べ、なんつうのかな。四つ葉バターのカンカンもいろんなサイズがあるじゃないですか。小さめの缶を見ちゃってるんです。だから、その、えー、帯広から釧路とか、釧路から網走みたいなことを、 ちょっと山戸線県内ぐらいに捉えてるところが中、中、俺だけかなあるんですよ。だけど、実際は一個一個3時間とか平気でかかるから、空振りがすごい怖いわけですよ。自転車も平気で30キロ離れてるから、怖いんで、もう調べ上げて、いろいろ電話をかけて、ちゃんと電話で繋がって、はい、何々バッティングセンターです。出て、営業時間何時から何時です。定休日何回、何時、何曜日ですかみたいなのを聞いて、で、中にはやっぱり、結構調べて、 ウェブには載ってるんだけど、実際にはどうやらもうなくなってるっぽいバッティングセンターもあって、これも探すの結構大変で、いいのよ。名古屋とか行って空振りだったり、東京で空振りな分にはいいのよ。だけど、ストリートビューで、Google で見てみると、ないぞっていう感じ。だけど、いくつかのバッティングセンターを紹介してるウェブサイトにはあるぞみたいなの。で、 北海道だとストリートビューも細かいとこまでは見れないから、どうなんだろうと思っているうちに、いっぱい探したら個人のブログに、昔行ってた春祭バッティングセンターがなくなったってさ、みたいなのが出てきて、やっぱないんだ、電話も繋がらないし、みたいな、ところとかいろいろ今回は割と調べて。で、年には年を入れようと思って、この前に座っている、鉄道マニアの渡辺くん。 に下げたくもない頭を下げて、<laughs> 僕的な基本プランだとこういう感じになるんだけども、僕的な基本プランだとさすがに旭川は諦めなきゃならないっぽいんだけど、みたいな話をしていったら、もうさ、最近だいたいその、乗り換え案内のパワーアップとさ、iPhone のマップソフトとかもすげえパワーアップしてるからさ、この男に電車のこと聞く回数はものすごい減ってるわけ。減ってるけど、 久しぶりにお知恵を拝借したいんですけどった時の、お前巨大化してたな。青筋立ってドクドク言ってたもんもうドクドクって、これ触ったら出ちゃうなこいつって思うぐらい何が出ちゃうんだろう口からポーポーポーって出ちゃう。出ちゃう感じの、もう勢いなんですよ。ね。 で、知ったらさ、こいつがさ、もう、じゃここからここに移動したいんだけど、さ、ここの、に移動するのにで、鉄道ってこの種類しかないんだよね、みたいなこと言うと、ははーん、まあ、そういうふうに、あのー、乗り換え案内出しましたか、なんていう感じだね。うん、ここなんですけども、みたいな。本来でしたら、ここは帯広まで、そのサイクリングロードの終点の十勝川温泉から帯広駅まで戻って、 何とか号おほうつく号何号あのー、スーパー大空に乗るというこの基本ラインを選ぶのは、まあよく調べましたが、その帯広の何個か先に無人駅で稲市別という駅がございますと。で、その稲市別から、この数分前の数十分、帯広からとかちょっと後の鈍行に乗っていない。で、少し先の池田という駅で降りて、 その、大空号に乗ることで、実はわざわざ帯広まで自転車で戻らなくても、数分短縮することができるんです、みたいな。もう、鉄道ミステリーみたいなことをすごい言い出すわけ。<laughs> ね。確かに最近のソフトは鉄道は網羅してるかもしれませんけど、バスによってはまちまちなんですよ、みたいな。その、えっ、ー、と、私が調べたところ、えー、あかん、 釧路阿寒んサイクリングロードの終点まで行ってから3、4キロ近いところにある阿寒ん町というところから北見という駅まで実はバスが通ってるんですみたいなことを言うわけ。ちょっと感心するんだ。だってパソコンの最新のソフトで俺もそれなりに頑張って検索してる出ないやつをズバズバ言うわけ。ほいでそれを後付けで調べると確かに出てくるの。その乗り換え案内には出ないけどあかんバス。 っていうバスのサイトを見ていくと、ちゃんと出てるの。あ、本当だ、この赤ん帳から行く、みたいな出てるわけ。して、この俺がすげえなっていう反応を見て、どんどん調子に乗るんだ <laughs> もう気づいたら、なん、難解なパズルが出来上がってるわけ。すごい奴が。もうこれ人殺してもアリバイが証明できるみたいな。 ここで俺、点々と人を殺し続けても、いや、この形で移動するのは無理ですって言われるぐらいの、ここもぶっ込める、ここもぶっ込める。だって俺が、限界でいくつ削ろうかってんのに、ルモイのバッティングセンターに行けますって言いますよ、ね。<laughs> このスケジュールを組めば、旭日川を越えて、網走から、旭日川が僕限界だと思ってんのに、旭日川を突き抜けて、さらに数時間ある。ね。 もうその、タツコの後頭部ぐらいのところにある、ルモイにあるバッティングセンターに行けますっっ。今電話してルモイのバッティングセンターの、あのー、スケジュールを調べましたけど、この時間、ルモイのバッティングセンター9時まで、日曜日に限っては9時まで営業してますから、これだと、7時何分にルモイの駅に着いて、そこから、8時何分だ 8時何分にルモイの駅に着いたら、タクシーに乗って、そのルモイのバッティングセンターに行って、で、タクシーは前でもらって、の、待っててもらって、数ゲームバッティングをしたら、U ターンして、次のルモイから出る電車の最終で朝日川に帰れば、成立するんですって始まるので <laughs> <laughs> ははー 勉強になりましたつって。それじゃあ、いい旅を、だって帰ってくんだけど、帰って自分がメモしたやつを見てみたら、なんだこれって、ゾッとするぐらいの行動の縛られたパターンができてるわけ。でさ、まあだけど、俺からしてみれば行きたいとこ全部網羅してもらった上に一個バッティングセンター足してもらってるから、こいつはすげえなとは思うんだ。 これで、当日、まあ、このスケジュール通り行けるところまで行ってみようと思って、その、帯広空港に、まあ、行こうと。行こう。明日、朝一の飛行機で帯広空港行くぞ。じゃあ今日は寝ようか。まあ、前日の夜。急に天気予報が変わってる。雨ばっかな。で、これもまたいたし返しの話でね、まあ、ちょっと前まで,で天気予報に文句ばっかりしてたんですけど、今年、あのー、 石原良純さんに聞いたんですけど、面白いなと思ったのは天気って統計学だと。この時期にこれぐらいの温度になった時にはこうなるみたいなことを本当に緻密に調べ上げてて、で、それをスーパーコンピューターみたいなものに入れたりとかして天気予報で出来上がってる。だから、今年みたいに、史上初の温度とか出始めると、 そのデータって本当に少ないから、すごくわかりにくくなるんで、天気予報が当たりづらいのは仕方がない。で、今回当たらなかったことでデータは蓄積されていくんだ、みたいな話を聞いて、ちょっとそれに感動したせいもあって、まあ、文句も言えないけど、ただ、困ったことに、さっき言ったように北海道も広いから、ね。 北海道でっかいですなーで、おなじみの、<laughs> その、<laughs> でっかいですなーっ,って <laughs> ね。ねで、その、えー、でっかいから、今言った、帯広、釧路、網走、旭川あたり、全部天気予報違うの。それもかなり違うの。全く降らないってところもあれば、ちょっと降るところもあるわけ。だけどもうちょっとこんなに緻密に旅行計画を練ったのに、雨ってなんだよ。 日本人大雨でみんな苦労して結果的には苦労した日々なのにも関わらず、雨ってなんだよ。あんなに一生懸命組んなのに、みたいな。ちょっとテンション下がり始めて、もう行く時点で。で、それとまあその真っ黒の計画表を見て、なんかわかんない。俺の中で、渡辺くんというね、渡辺くんという、まあ国鉄の総裁が引いた時,時刻表に、を <laughs> 俺は走らされる電車だっていう感じに、総裁が直引くことはないと思いますけど、<laughs> な、<laughs> ダイヤ通りに運行する俺は電車だって、俺に心はないっていう感じにちょっとなってるね。そのプレッシャー感じ。で、早速それが、帯広空港に飛行機が8時45分に着くのに、で、その自転車、折りたたみ自転車だから、今回電動じゃないですよ。折りたたみ自転車だから、えっ、ー、と、荷物預けなきゃいない。手荷物預けなきゃならない。あのベルトコンベア出てくるとこ待たなきゃならないのに、8時45分に、 飛行機着なのに、8時55分のバスにもう乗んなきゃいけないのね。10分後の。で、俺何度も総裁に言ってんのよ。総裁と、このダイヤは無茶がありますよってんだけど、大丈夫なんです。 エアドゥー難民の連結大、連絡バスだから大丈夫みたいなこと言うんだけど、連絡バスなんて言葉知らねえし、なんか。連絡バス、あの、連絡バスってもう言った時点でもう、あの、あの、お前の話は聞いてないと。お前はただ単に俺の言う通り走ればいいって感じだから。で、言っても不安なわけ、こんなもういきなりバス乗り遅れから入るわ、みたいなところがあるんだけど、 行ったら、連絡バスっていうのがあって、もう、その8時45分の便に乗ってきたお客さんで、そのバスに乗りたい人を網羅するためのバスだから、遅れれば遅れるし、早まれば早まるっていうバスらしいの。ね。あ、今ムカつく顔してますよー皆さん <laughs> ラジオじゃなかったら、あの、買ったばかりの大型のね、大きい 4K テレビを叩き割るぐらいの顔してますよ、今。<laughs> えで、その、バス乗ってさ。 で、この先は僕は、その、まあ、国鉄総裁にはね、もう文句はないですよ。その時点で連絡バ合ってました。その時点では文句ないですけど、国土交通省に文句を言いたいスポーカー。はでかいとこに、ね、現大臣、大木千景さんですか <laughs> かなり古いですけども、ええー、と、あのー、国土交通省のホームページに、やっぱり北海道の観光もあるから、すごくその、北海道の南大サイクリングロードみたいな案内があるんですよ。だけど、その案内自体が超大雑把で、 えっと、入り口がどこなのとか全然わかんないです。で、一応書いてあるのは、帯広市の川西町っていうところから始まりますよって書いてあるわけ。で、それ以外の表記がどこを探しても出てこない。ね。でも行ったらわかんだろうと思って、バス停が川西町っていうバス停があるから、その川西ってとこで降りました。降りて、その周辺見渡す限り何の案内もないんですよ。 何なんないもないどころか、普通にお店に入って、すいません、この辺から、えー、十勝川温泉まで行くサイクリングロードが出てるって聞いてきたんですけど、って言っても、誰も知らないの。誰もだよ。誰も知らないし、で、まあ、一応ナビを持ってるから、ナビにも出ないのね、そのサイクリングロードがどっちみたいなのも出ない。で、しょうがないから、それの、こう、ポイントポイントの方向にナビを打って行く、行けば、途中そのでっかい幹線道路から、左から、左は自転車道ですよとか、 その案内板が出ると思うじゃん。全くないのよ。全くないままあ、どんどん十勝川音声に近づいてくんだけど、別にサイクリングロードを一切走ってないの。目当てできたサイクリングロードを走ってないわけ。ほいで、まあ、しょうがねえからバッティングセンター寄りながらって思って、ほいで、西帯広、西帯バッティングセンターとこ行って、ほいでバッティングやって、で、さらに今度、 行く先がカッツラバッティングセンターって言ったけど、まあ、えっと、音吹け。またさ、北海道の地名が読めないからさ。人に聞くのももう、はずれ、向こうからしてみたらもう当たり前の読み方だけど、音楽の音、ね、ええー、あのー、さらに余罪を追求すると合計で400本のサドルガのサラっていう字を書いての、音吹けっていうところでバッティングセンターがあるって言って。 で、その音吹けのバッティングセンターさっき言ったようにデータ調べ上げてきてるから、ナビに入れたら、まあこっちだよってのが出るんで、音吹けに向かっていく。で、一応国土交通省の、大雑把な地図によると、絶対その道と2、3回交差してるはずなんだけど、まあ、一切そ最のサイクリングロードはわからないまま行くわけ。で、ここで、北海道で困ることで1個出てきたのは、やっぱりちょっと東京と違うなってところは、バンチを切ってあるじゃん。 何々町何々っバンチを切ってあるけど、そのバンチ自体が東京はまあ家が密集してて、その家に一個一個振ってあるからバンチ細かいやんすごく細かいやんでナビでそのバンチ打てば絶対そこのピンポイントのところに行くんだけど、北海道はちょっとその代表地点には行くものの、結構そこから誤差があるわけ。ほいで、音吹けのバッティングセンターまであとすぐですよって来てるにも関わらず、全くバッティングセンターが見当たらないわけ。 で、今回に限っては、ここのバッティングセンター、電話をしてあることは知,知ってるから、いつもだったら、潰れたんだと思って帰るけど、あるのは絶対あるよな、って。もうすでに20キロまで行かないか。10何キロ自転車乗って、いや、20キロ超えてる、20キロぐらいはもう自転車乗ってんだけど、ないわけよ。で、どうしようと思ったら、その先右ですぐですみたいなことで、右曲がったら、そこ砂利道なの。舗装全くされてない道路で。 で、自転車用のナビタイムだから、今までそんなの一切なかったんだけど、行って突っ込んでったら、10メートルあるからうちにタイヤパンクして。で、しかも、最近ずっとハードに乗ってんのにパンクがなかったせいで、またこれめんどくさい話なんですけど、僕の乗ってる自転車が、自転車のタイヤの口径が22インチっていうちょっと変わった、あんまりこう置いてない、22インチのカツカドルロ,ロードの細いタイヤで、 あんまりこう在庫として都内でも普通の自転車屋さんにあんま置いてないんですよ。結構専門的なサイクルショップは置いてるけど在庫がないようなやつで、えっ、ー、と、いつもなんかあってもいいように予備のチューブを持ってってたんだけど、今回工程が長くて今まで全く使わなかったから、初めてチューブを持ってかなかった。ね。ほいで、まあ、ここでね、あのチューブつながりで、あの歌い手のチューブと、<laughs> まあ、まあ、して夏休みだし、 上手に繋げることができるできないで、もそれできますよ。やってきてますから僕だってずっと。ね。ただ、いいこと何もないって知ってるんです。<laughs> で、いいこと何もないんだったらそのことを口に出さないのが、がいいのがわからないんですまで、まだ全然。パンクしてタイヤパンクして、ただ iPhone 様々でさで、iPhone で一番近い自転車屋さんって調べて、電話かけて、そしたら電話におばさんが出て、 俺、実は、その、今、旅先で、その、自転車パンクしました。立ち往生してるんですけども、あの、えっと、そちら、結構距離があるから、例えば、買いに来ていただいて、あの出張費はお支払いしますんで、できますかって言ったら、いつもだったらできるんだけどね、親戚に不幸があって、<laughs> で、ドタバタして、で、まあ、法報じは終わったんですけども、でも、ちょっとなんか、あの、アクセクしてるのもね、なんて話になって、しばらく、あの、 うちの主人の方が、実家の方に、あの、しばらくいる、なんてことを急に言ってきたもんだから、めったに休まないのに、一週間ぐらいお店を休もう、っていうことで。私はね、その、むしろ、あの、働き者の,の親戚が亡くなったんだから、働いていいんじゃないのこれ本当に言うんだぜ。それいらねえよって思う。もう親切な人なんだよ。親切な人だ。そのくだりいるみたいな、ことを説明され。 でももう一件言ったところの人おじさんがいい人で、それは困ってるだろうから今すぐ行くよって言って。で、しかも、その場所はどの辺ってその近くにこういうコンビニがありまして、あ,あ、それじゃあすぐここで5、6分で行けるけど、そこで無理して乗っちゃうと、チューブがもっと切れちゃって修理できなくなっちゃうからそのまま行ってくれればいいよっていう。でいて、あの、直すのにちょっと離れてるから時間かかるけどみたいなしで来てくれて。で、さらには、連れてって、それ直して受け取るだけでもありがたいのに、 なんでここ来たのって言ったら、バッティングセンター探してってって話して。あ、バッティングセンター200メートルぐらいこっちなんだよって、ちょっと外れたところにあると。そのナビとは。で、じゃあバッティングセンター来たんだったら、で、な、バッティングセンター何しにって言うから、俺、俺がタレントだっていうのも全然気づいてない、気づいてないっていうか、まあ、悲しい一メートルですけども、<laughs> <laughs> 気づいてないの堂々というのもどうかなって途中で、<laughs> ね、タレントって言うてなくて、一太っちょのおお、お、困ってるおじさんで、 で、バッティングセンター巡ってるんですよ。つって、バッティングセンター来たんですけど、たどり着く前にこうなりましてって話してたら、じゃあ、バッティングセンターで待ってればいいじゃん、っつって。自転車直して持ってきてあげるから、その間バッティングセンターでバッティングしてないよ。って、あんま言ってく、言えることじゃないよ、そんな、ね。ほいでやってくれてさ。ほいで、バッティングセンターで、まあ、バッティングして、待ってて。そしたら、ま、届けてくれて。で、実際、あの、4カ所はないさつって。 なんかね、あの、穴の開き方が、砂利道の中に、その、細いタイヤで、しかも重いタイヤで食い込むと、 石と石で挟んじゃうみたいなことが起きるんだよね。めり込むから。で、そこで噛んだみたいに二つ穴が開いたのが、二箇所、合計4合計四箇所ぐらい穴開いって言って、それ直したからなんて言われて。で、すごい、でもその時点でもう、俺の中では、もう、えー、っと、バッティングセンターも二箇所終わったし、サイクリング道路とかはいいから、と勝川温泉なんか行かないで、そのまま帯広の駅に戻って、駅から、もう帯広はとっとと逃げるように。<laughs> 帯広は俺の中でなかったことにしようっていう。ね帯広とって前あったみたいなんだけど、なんつって。な <laughs> まっちゃったみたいだよ、なんていう話しようかなと思ったんだけど。まあ、おじさんにも言われ、こんだけやってもらったから、じゃあ、とかちがう温泉まで行こうかと思って。で、おじさんに、あの、ずっと探してるんですけど、サイクリングロードが見つからないんです。とかちがう温泉まで行くサイクリングロードってどこから行けばいいんですかって言ったら、その親切な自転車屋さんが知らないっていう。<laughs> すごくない <laughs> 自転車屋さんが知らないんだよ、サイクリングロード。 ほんで、まあ、探して探して、一応ナビで、十勝川温泉と、あと、ヒントとしては、十勝川温泉の方には、サイクルセンターっていうか、その、なんか、その、自転車の人たちの集まる終点みたいのがあるらしくて、終点みたいのを目指していったら、 えー、ラスト300メートルで見っけました。<laughs> <laughs> ラスト300メートルでその自動車道路と繋がって、で、俺の中では、いいのかなこれはみたいな、俺は走ったのかな,な300メートルだけ、とかち温泉に。 また自転車の読みづらいところは自分の体力も距離感もあんまりわからないし、その行ってみないと道路の状況でどれぐらいスピードが出せる道路かもわかんないから、あと自分の心がどれぐらい折れるかもわかんないから、かなり余裕を持ってまあ自転車の旅の工程は組むんですよ。で、それと、えー、それに関してだけは、うちの、その、渡辺総裁も、渡辺総裁も電車には詳しいけど、俺のスピードに関しては感知できないから、そこだけは修正できない。俺が、 多分、時速10キロで想定したいから、時速10キロでかなりゆっくりだけど、この自転車道を、もしくは俺が、ええー、と、川西というところから、十勝川温泉まで行くのには、3時間見てください。とか言うと、それに関してはもういじることできないから、それ以外の鉄道に関してはすげえショートカットしてくるね、バスと鉄道に関しては。できないから、その余裕はキープできる。その、急いじゃえば、パンクでロスした分もなんとかなるわけ。 で、さらには元々の想定よりも道がしっかりしてたせいで、稲市別っていう、その帯広から数個行った、数個行った駅、無人駅に割と早めに着いたんだけど、びっくりしたの。は、パンクがあったにもかかわらず、巻き目に着いたの。1時間ぐらい、あの、電車の時間より巻いて着いたのね。で、びっくりしたのは、 前にそのカムイコタンっていう、その旭川の方にあるサイクリングロードのところに、廃線になった鉄道の廃駅、廃駅の、あのー、復刻したみたいなのがあるんだけど、それよりも廃駅。<laughs> 現役だけど。あのさ、<laughs> 駅に何もねえなってあるじゃん。ね。駅に何もねえんだよって、自動販売機もなければ、をすくもねえんだよって言い方するじゃん。 もう、駅しかないから。ホームしかないから。で、俺が今まで見た一番小規模な駅でも、10台ぐらいは止められる駐輪場程度はあるけど、それもないのね。で、待合室も、畳4畳半ぐらいの木で立ってた待合室があるんだけど、もう、漫画みたいに雲の下がってて誰も入らない感じ。ここに本当に電車来んのっていう感じの、駅があって。 で、ただまあ、総裁が質問を許さない。電話で質問でもしたらさ、ここでまた説教されるの嫌だら <laughs> その、稲し別すてきなホームしかないところで、もう1時間待つしかないからってって、結構もうここまでも盛りだくさんあったけど、自分で持ってきた着替えとかのリュックをこう枕にして、その、もうホームで寝てたしたら朝早かっせでガチ寝だよ、ガチ寝。<laughs> ガチ寝。しかも前後不覚になるぐらいのガチ寝で、 っつって、ガーッと落としたから、起きたら、通過電車で俺起きたんだけど、あの、うーってなすときに、どこだここってなるじゃん。どこだここってなって、うわーうわーって何にも把握できないぐらい。ただ、びっくりしたのは、通過電車の窓から見たやつだよね。通過電車の窓から見たやつが、クソデブが寝、ね、ぐースか寝てて、ガバッと起き上がってるわけじゃん。誰か北海道でラジオ聞いてるやつ言ってくれたら、 絶対幻だと思うよね。北海道でラジオ聞いて、ラジオ毎週聞いてますよっていう人とかが、普通にこう、あの、ハガキでお便りくれたりするじゃないですか。そういう人が通学とかであれに乗ってたとするじゃん。で、伊集院とかいつ帰ったらいいなって、例えを思ってくれたとするじゃん。もしそれを見てたら、絶対幻だと思うよね。俺もうちょっと伊集院のラジオ聞くのやめよう。幻覚だから危ねえと思うよね。ほいで、いなし別から、まあ今度、その、そのさっきの、 え、鉄道ダイヤを利用した殺人事件並みの稲し別から池田に行き。これで、池田に、あの、ディレクターの池田に、そう。池田っていう駅のさ、青にさ、白抜きの池田っていう看板あるからさ、うわ、これ池田に送ったら超喜んでくれると思って。ほいで、それをアップにして池田っていう駅のさ、斜面送ったらさ、何すかこれって帰ってきて。<laughs> 店っすかだって。俺が池田っていう名前の店あるたびに写メ送ってたら今まで何枚送ってんだよって。何言ったの北海道行くからっつってっつって玉結び切りで行くからみたいな、そんなのも一応ありまして。あの、釧路に、えっと、急行します。その、池田から釧路に行くんですけど、まだ1日目の7割ぐらいだけど、どうよどうなのどうなの えー、じゃあここでメールいただきまして、で、宮崎プロデューサー、一番偉いんですよ、今、今この空間にいる中で一番、ま、総裁の方が上ですよ、電車チャ <laughs> に関してはね、えー、渡辺国鉄総裁を、除く電車の件に関しては総裁が上ですけども、まあ、えー、宮崎、えー、プロデューサー、まあ、ラジオ界、ね、えー、もしくはサドル界においては、もうかなり上のところに今いますんで、えー、ただね、 なんでしょう。一応ラジオでね、自分がいっぱいこうネタをもらって選ぶときとかに思うことは、ネタを選ぶっていうことは、自分のこう、癖とか、自分のこう、日頃考えてることとか、行いとかを、こう、さらけ出すことですよって思ってるんですけど、もう早くも一枚目で、宮崎プロデューサーのあり方みたいなものがすごく感じさせられる。えー、ラジオネームエルドラドさんから、最近の、 若者たちの暴走ツイッターについてどう思いますかなんですけど、これついこの間ラジオでたっぷり喋ったじゃないですか。<laughs> このラジオを一切聞いていないということが、<laughs> これをしょっぱなに持ってくるっていうことは、え、伊集院どう思ってんのって、もう言いました、これはもう。はい。えー、ここがわかりました。えっ、ー、と、ラジオネーム、おひ,ひょうさんなんですけど、伊集院さんに質問です最近拾ったもの、 で、良かったものはありますかっていうメールなんですね。<laughs> ま、選んだ基準はもうわかんなくなっちゃったんだと思う。相当、<laughs> 相当いただいてます。すいません。だけど、僕が引っかかったのはこの部分じゃなくて、その後に、ちなみに私は六角、六角レンチを拾いましたって書いてあるのね。俺、稲し別の駅前で気づいたんだけど、携帯用の工具を落として、レンチもついてるやつ、俺んじゃねえのお前、マジで。ショックでかかった。俺の、その持ってる、 えっと、折りたたみ式自転車は丈夫な代わりに工具がいるんですよ。一箇所、二箇所だけ。ハンドルを曲げるところとかに工具を使うんですけど、それ大事な携帯工具を、その、落としてるんですよ。で、まあ、その、電車まで1時間ぐらい時間がありましたから、 まあ、空港まで取り替えうかなって、電車乗って探しに行こうかなと思って、思ったんですけど、やっぱりやめて。<laughs> まあ、そのまま無理やり、タイヤは外せるから、で、デかめのその輪行袋っていう、絶対バッグに入れないと電車乗れない決まりだから、これ入らなかったらどうしようと思ったんだけど、まあ、なんとか入って、で、その後、まあ、えっ、ー、と、携帯工具買い直すんですけど、 なんだ六角レンチ拾ったやつもいれば落とすやつもいるんだってことが超面白かったんで、これを読んでみました。えー、そして、えラジオネーム、キュアテングさんから。 タズコは中学生の頃生徒会長までしてた子なのに、高校に入ってから、が、入ってからガラッと雰囲気が変わりましたが、何かあったのでしょうかって <laughs> あえて高校来たところに宮崎プロデューサーが乗ったんですが、まあ、ジャズ喫茶の件ですよね。<laughs> ジャズ喫茶にあの、入り浸ってた期間のことですよね。いかがしいことはない、いかがしいことがないのに、あったあったって周りの大人が言い過ぎた。そこだメールまだまだ待ってます。<laughs> そう、えっ、ー、と、えー、自転車パンクした時に行ったバッティングセンターが柳町バッティングセンターで、今度、えー、釧路にあるのが、カツラバッティングセンターで、これも最初にこう、えー、っと、ウェブで調べた時は、その、ホームページによっては、カツラバッティングセンターって書いてあったり、カツラバッティングセンターのすぐそばに別のバッティングセンターがある説みたいのがあったり、 して、で、一応電話してみたら、どうやらどうも、桂バッティングセンターを別名で呼んでる人がいるみたいな話がわかり、で、釧路の駅前から、ま、タクシー乗って、もう、あの、自転車を組み直すのがもうめんどくさいっていうのと、えー、その時点では携帯工具もなくなってるっていう状況なんで、一回無理やりその、 えー、折りたたまないまま袋に閉じ込めた自転車を開けてどうなると困ったんで、タクシーの運転手さんに言って、その、カツラバッティングセンター行ってくださいって言ったら、タクシーの運転手さんが、あそこはもうないんじゃないか。冬の間前通ったけど、一切雪かきもして、まあそれ以来通ってないようなとこだから、みたいなこと言われたんだけど、あのー、こっちはほら、裏通ってるから。 であるとしたら、春祭っていう方にあるんだけど、で、この春祭はどうやらない。わかんないんだけど、少なくとも電話は繋がらないのと、誰かのブログに終わったらしきことが書いてあったぐらいだから、どっこいあったかわかんないけど、少なくともカツラはあるはずと思って、行ったら、カツラバッティングがあって、まあ普通、<laughs> で、えっ、ー、と、普通にバッティングして、で、戻ってくる時に、 思い出したのが、旭川で、タクシーの運転手さんに、うまい魚食わしてくれるとこないかって言って、行った居酒屋が、まあ、うまかったなよ。ほいで、今回は、この、釧路でもと思って、ないかって、とっときのがあるって言って、そこじゃ連れてないよって言って、連れてもらった で、えっと、お使い立てしてすいませんが、途中の自転車屋さんも寄ってもらって工具買ったりとかしたり、ホテルに一回チェックインするホテル寄ってもらったりしつつ、その、えっと、釧路の居酒屋行って、途中もずっとその、話してくれたのが、東京でホッケ食ったことあるけど、東京のホッケなんかもホッケやいんだ。だいたはしょうがないんだけどさ、東京にコッケで一旦カッチカチで冷凍したんだろうつって。ああいうんじゃないんだよ、ホッケっていうのはつって。 あの、紐物で、ちゃんと太陽のお日様浴びてきちんとこう、その、出来上がった物をカッチカチにしちゃったらうまい。焼いた時に水でぐっちゃいになっちゃうだろう,ろう。あんなんダメだよ、みたいな話ずっとされて。そうっすか。てば、もう、俺たち子供の頃ってね、ホッケって意外に東京来なかったんだよね。多分、ニシンが前世紀だったからの知性もあると思うんだけど。で、ある程度行って、北の家族とかが東京出始めてからホッケってものを知り始めるぐらいで。 で、まあ、そんな話して、そこで食べたらもう、つって。で、まあ、こじんまりとした、あの、居酒屋さんなんだよ。前で、ここ、絶対行きなーつって。ね。あの、東京のホッケー食べたら、腰抜出すぞ、つって。おいで入って、カウンター座ってさ、それであの、ホッケーの、あの、干物いただけますかつったら、親父がカッチカチのホッケー出してきて。普通 <laughs> 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 収穫だったのは、そのカウンターのところで、訳ありの男とグッテグテになってた、年抜いたキャバ嬢みたいな派手な女の人が、あ、あの NHK 教育の100分で名庁見てますって言われたのが、なんか俺の中で、すげえ、なんか、なんかすげえと思って。思わず2軒目行っちゃったもん、2軒目の。<laughs> それでそこ、ホッケーとちょっとだけでやめて2軒目行って、2軒目結構美味しくて、学生がいっぱい来るようなお店だったけど、やっぱり普通の、 値段的にはワンコインカイみたいな値段なんだけど、普通に粒貝の足身とかうまくて、まあ、食いまして。で、次の日はまあ、しろで、えー、っと、しろでは、バッティングセンターも終わってるんで、しろは、釧路、アカン、自転車、道路っていうのがあって、これが結構問題で、しろの、 鶴見橋っていう橋から、橋のところから、まあ、いろいろホームページ、いろんなその自転車乗りの人のブログとかも調べた結果、そこから出てて、ほいで、単調の里っていう、ま、単調ずるの飼育センターみたいなやってるところまでその続いてるらしいんで、 で、ここが、この、総裁が、渡辺総裁が言うには、バスの方もやってらっしゃるんですもんね、渡辺総裁の方は。バスの方もお詳しいということで、<laughs> 一旦単調の里に行くのはいいが、俺は本来もう一回串野戻ってこないといけないんじゃないかなと思ってたんだけど、ここで、その単調の里から3キロぐらい戻ってきたのね、赤ん町っていうところのバス停がある。で、このバスから、えっと、日に数本なんだけど、北見という駅まで、 日に2本なんだけど、北見っていう駅までバスが出てると。で、このバスに乗って北見駅まで行っちゃうと、北見駅からは網走に行くのもいいし、あともう一件バッティーセンターに行くのもいいし、どっちにも触れますからと。ね、これにぜひ乗ってが入って話をするわけ。で、まあ一番最終、その、鶴見橋っていうのがさ、信号の名前にもなってからナビで出てこないんだよね。で、出てきたのは居酒屋のチェーンの鶴見橋店っていうのの場所は分かったから、 そこの近くだろうって言ったら、あんの定それは図星で鶴見橋に着いたんだけど、そこからまた入り口が全然わかんないの。そしたら早朝なのまたその、バスの時間に間に合うように出てるから、朝のね、5時半ぐらいに俺出てるんだよね。5時半ぐらいにも出てて、ほいで、その早朝誰も通ったら少年野球の早朝の少年が通りかかったから、この辺自転車道路ないって聞いたら、 自転車道路あそこにあるよって教えてくれて。で、教えてくれてもあまり立派な入り口なんだけど、まあ少なくとも大きな道路からはこっち自転車道路みたいな表示が一切やっぱないのよ。でも道路自体は立派で、どれ、軽トラがやっと一台取れる、通れるぐらいの道路を真ん中センターラインで分けてあって、まあ一応自転車総合通行はできるようになってんだけど、まあひたすら、平らな道がひたすらまっすぐ、たまーに曲がるぐらいの。それでその後釧路湿原の中を入ってくから、 もう、両サイドが串の出現で、朝5時だからモやがかかってて、ちょっと髪がか,かってる感じなの。ほいで、え々で、俺ぐらいしか、途中一人ぐらいすれ違ったけど、誰もいないとこずーっと走って、まあ気持ちがいいわけ。で、いいなと思うのはね、いいなって思う声じゃな。すげえなって思うのはね、熊出没注意っていう看板んじゃ。 あの,ものは渋谷の 4WD にも貼ってあるじゃないですか。何が熊、まあ、出没注意だと、ね。一回も泥道走ったことねえような 4WD 乗りやってっつって。ね、ええー、ね。ガチじゃん。で、ガチ度が高いのが、前回出没した日付が書いてあるのよ。それが、平成24年の9月4日、意外に日付的に近いっていう。季節的に近いじゃねえかっていうのがガチで書いてあるのが、うわ、リアルだわ、これ、と思いながら、 ま、走って、しばらく走って。で、そしたらさ、途中でその阿寒町っていうバス停を確認しといた方がいいなと思うから、単調の里行く前にその阿寒町周辺で、その一旦自転車専用道路が切れるんで、その阿寒町周辺で、あ、阿寒町のバス停を探したら、あった、すぐあったこれあ、これがバス停なんだ。その阿寒バス、阿寒町っていうバス停があって。ただその時刻表を見ると、 北見駅っていうバスの時刻表がないのあれいろんな時刻表は出てるのでいて、まばらな、日に3本、日に2本、は、い、頻繁にくらいでも3時間に1本ぐらいのバスがある中に、あれ北見駅行きってねえぞってなって、で、そこに赤カバスの連絡先みたいなの書いてあるから、電話して、そしたら出ない。出ないけど、どうなんだろうなと思いながら、ま、あじゃあ一旦単調の里行こうかって、単調の里に行きましたと。で、そこには、 えっと、ホームページとか探していくと、レストランがあって、ほいで、あと、温泉施設みたいなのがあるらしいのね。それライ、あれ、サイクリングツーリストの宿みたいなとこがあって。こいで、まあ、やってねえかな、この時間と思ったら、やってんだ、遠くから見たら。これはいいな、とか、そこで一休みしようと思ったら、宿泊してる人以外は入れないみたいな状況で、これダメだから。で、もう一回、その、アカンバスに出るわけて、今出てくれて、すいません、その、今、旅先なんですけど、アカン ちから、北見駅に行くバスっていうのは、あのー、アカンバスの普通のバス停に止まるんですかっていう話を聞いたら、そ、そこから、そこに止まりますよって言われて、あ、わかりました。って言って、そこ電話切って、で、戻ってきて。で、戻ってきて、その元のそのバス停のところに行ったら、その近くおじさんがいて、でもやっぱり俺の中でそこに時刻表がないのが少し気になるから、ここから乗れんすよねって言ったら、その、北見行くバス。 俺、あんま使わねえから車で行くからよくわかんないけど多分乗れるよっていう。ただ、あらかじめチケット持ってないと乗れないよって。その北見まで行くバスは特別だから、その市内バスと違ってチケット持ってないと乗れないよって言われて。え、そんなこと言ってなかったけどなと思いながら、もう一回アカンバスに、あ、で、チケットをどこで買うんですかって言ったら、セブンイレブンで多分売ってるんで、セブンイレブンどこどこだから行って買ってくればいいじゃんって言われて。ありがとうございました。その、もう一回アカンバスに電話したら、 今、そういう風うに言われたんですけど、どうなんですかって言ったら、いや、チケットは、途中の駅で買うことが、休憩時間に買うことができるから、持ってなくても大丈夫です。この違うおじさんなんだよね、さっきの言われたんだけど、ただ、その、赤ん町の、商工会議所の前のバス停のことですよね、みたいなこと言われて。ん、うん、はい、みたいな。でねそこは止まんないですよ。えっと、役所前のバス停、役所前っていうバス停から止まるんです役所前のバス停ってどこにあるんですかって言ったら、 えっと、そこから南に行った方だっつって。で、その役所前のバス停探さなきゃと思って探したら、ないのよ。この役所前ってバス停が全然3かんないの。何個か先のバス停とか見たり戻ったりしてるのにないのよ。で、やっと見っけたのが行政センター前っていうバス停があって、で、この行政センター前っていうバス停を基準に考えるとどっちなのかもう一回電話で聞こうと思って、電話をかけたら、いやいやいや、市町村合併で役所が行政センター前になったから、 役所前ってことは、今の行政センター前ですよ、たらね。それは俺わからないよねっていう。あのね、これちょっと面白いのは、サービスに対する愚痴とちょっと違うすごく親切なの。口調とかもとても親切なの。その、もう一回つけた時に朝かけた人と同じおじさんが出て、朝かけた人だよね、声でわかるよ、みたいな感じの人で、すっごい人懐っこい、一生懸命な人なんだけど、外の人間がバスに乗る感覚があんまないんだと思う。 日常的に。<laughs> まあ、当たり前じゃないって感じなのもう、あの、役所前って言ったら、ね、あのー、あんの役所前っていうのは、今で言う、行政センター前で、<laughs> そそっかしいなぐらいのトーンなんだよ <laughs> で、あ、そうなんですかって言って。で、そこで言われたのが、予約しないと乗れないけど大丈夫って言われて、それお医者さっき言ってないじゃんって,思ってこと予約しないと乗れないってことになって。で、予約どうしたらできるんだろうと思ったら、あの、今できるって言われて、そこで予約して。 で、なんとかそのバスに乗れって。で、北見。北見行って。で、そっからなんだよな。本当は北見から、北見から安国ってとこに行ったとこにバッティングセンターがあるって分かってんだけど、どうやら、えー、安国行ったとこにバッティングセンターがあると。で、行って網走に行くと網走からサイクリングロードに乗れる。で、今日はサイクリングロードを今日やっといて、次の日バッティングセンターに行こうと思います。したら、なんか、予報が雨だと。 この後雨が降るっていうんで、じゃあ明日サイクリングロードに変えて臨機応変に変えて今日バッティングセンターに行こう。で、このバッティングセンターがもう調べた時からちょっと豪快で、バッティングセンターで初めて、僕がこの日本の100件ぐらいのバッティングセンター行ってる中で、店の名前が、バッティングセンターっていう。<laughs> 何々バッティングセンターじゃないです。バッティングセンターです。 電話をかけるとおじさんが、バッティングセンターですって出るっていう。<laughs> な元祖なのかな <laughs> 元祖と区別するためにみんなが名前を付け出したっていうことなのかなバッティングセンターってところで。で、まあ営業時間も効いてるし。で、その安国って駅自体はかなりローカルな、僕が今まで体験した中ではかなりローカルな駅なんですけど、そこから Google マップで調べたら800メートルぐらいのところにある。ってことになってて。おいで安国着いて、 降りて何にもねえ駅だなと思いながら、800メートルなら歩こうっていうことで、800メートル、まあ、えっ、ー、と、自転車は靖国の駅の駐輪場に置いて、で、俺は800メートルこれ歩くことですで、自転、その、えー、ナビを入れてるから、その先左ですなんて行きながら、あと、あの、困った時のセイコマート。セイコマートってまあ、東京でいうところの、まあ、コンビニのメジャーの北海道は多分一番がセイコマートなんじゃねえかっていうぐらいセイコマートだらけなんだけど、 東京近辺もたまにあるよね。で、セイコマートで売ってる、ゆでとうもろこし。超うまい !200 円。もうす、もう天才ハーモニカ奏者ぐらいの勢いで食ってるからね。<laughs> もうすごい勢いで。ほんで、食いながら800メートル歩いたところに、目的地ですって言うんだけど、何にもないのね。まあ、ちょっと、北海道ならではの、あの、1階建ての住宅っていうか、 団地みたいなの、団地とは言わないのか、あの。住宅があって。長屋的なのがあって。バッティングセンター、見渡す限り全てが見えるのにないから、さっきのとちょっと違うけど、でも電話かけた時、バッティングセンターですっあんなに元気に言ってたしと思って。ちょ近くに、その住宅が出てきたおばさんに、すみません、この辺にバッティングセンターありますかって聞いたら、あるにはあるけど、1キロぐらいこの先歩いてた先だよって言われて、 800メートルって言われたから来たのに、もう1キロ先なんだってなって。だからまあ、まずわざわざ戻って自転車乗ってくるよりは、あと1キロなら歩こうかって歩くんだけど、行けども行けどもないのよ、そのバッティングセンターが。ほいで、電話かけたら、もうしょうがないから、そうだ、電話だと思って、今、何々バス停ってとこにいるんだけど、バッティングセンターまでどれくらいありますって言ったら、あと2キロあるって言われるのね。ね。 で、結果歩いたけ歩いて、歩いた先か、何の目印もないから、歩いた結果、それバッテリーたら、現地の前から安国駅ってなびると、4キロ500っていう、800って書いてあるんだよ。4キロ500行って。もう、捨てくされてるから、雨だって予報だから、 サイクリングロード諦めてバッティングセンターの方に切り替えたのにもかかわらず、あ、予報も全然当たんねえしと思いながら、ブツブツ言いながらバッティングセンターでやっと行って、もう足腰ガクガクですよ。だってもう、今日昼間走ってるからね、三十何キロ走ってるから、もうガクガクでバッティングセンター行って、もうちょっと打って、やめて、そこに行ったバッティングセンターですっていうおじさんに、 あの、これから靖国に帰りたいんですけど、どう行くのがいいまあ、その次のエンガルって駅に行くのがいいのか、靖国って駅に行くのがいいんですかねって聞いたら、まあ、エンガルはも,もっと遠いんだって。で、安国って駅に行った方がいいって。なら、まあ、自転車置いてきてるから靖国には行かなきゃならないんだけど、エンガル経由で靖国まで戻るのとどっちが早いかなと思って聞いたら、あの、バス停がそこにすぐそこにバス停があるから。すぐそこにバス停があるから靖国に行くって言われて。 今の振りだと、バス停ない感じするでしょすぐそこ。すぐそこってなんだよっていう。すぐそこは何マイルなんだよって思うでしょ、ね、すぐそこにバス停があるの。バスがもうないの。<laughs> <laughs> あのしかも、おじいさんが言ったのはわかんのは、ある、バスは書いてあるんだけど、土日はないっつって、その日土曜の。<laughs> また4キロ半歩いてから。あの、ナビで800メートルって言って、 うーん大幅に言うって1キロまでは許すよ。4.5キロはダメだ。往復9キロは、ちょっとダメだ、それは。ヘッドヘトだわ。本当に、あの、ダメだわ。<laughs> バンプオブチキンで虹を待つ人。えっと、メールをまた、宮崎プロデューサーが選んでくれましたけども、質問コーナー、ラジオネーム、なし。伊集院さん、ホヤは好きですかと,とね えー、新鮮だと甘くて大変美味しいのです。超好きあのね、バカじゃねえかってくらいほやくっつうから。<laughs> あのー、まあ、なんでしょうね。あのね、あのほ、ー、やってさ、海臭いじゃん。海臭いんですよ。あの、すごく海の匂いがするんですよ。だけど、新鮮なホヤは、なんつうのかな。海の匂いがするんです。で、えっ、ー、と、新鮮じゃないホヤは、海臭いんです。 でその海の匂いがするほ、まあまあ、ほや嫌いっていう人はもうしょうがないですね。その人とは多分分かり合えないですけど、一生この、進めたって嫌いなものは嫌いでしょうから、北海道で、ファーストコンタクトが北海道だった人は幸せだよね。あの、北海道でほや食ったのがスタートで、ホヤが、あの、嫌いになる。 っていうのは確率的に少ないような気がするね。なんか東京とかでいい加減なところでホヤ食って嫌いになるスタートあると思うけど、あのー、ホヤのことを海のパイナップルっていうふうにね、呼んだ人がいると思うんですけども、超センスがないなと思いますね。それ自体は別に形が投げるながら。<laughs> ホヤって形が気持ち悪いですよね。あのー、わかりませんけども、あのー、ホヤを、 を体中に貼り付けることで、恐怖映画が一作撮れるぐらいの感じよりはちょっとマイナスですけど、偉いのは、ああすることでうまいことを隠し抜いたことですよね。あの外見でダメな人が追っ払われたことで、もうなんか、あの、俺の空文がいっぱい残ってますね。えー、ラジオネームさんでっ、ラジオネームでっかいパイプさんです。伊集院さんこんばんはこんばんは可愛い,い彼女が欲しいです。ということで、<laughs> 宮崎プロデューサーがまさかの質問じゃないやつっていう <laughs>。質問じゃない希望のやつを選んでここに入れてきてしまうっていうやつですよね。そうですかとしか言いようがないやつですよね。それは欲しいでしょうねっていうことになっちゃいますね。えー、ラジオネーム、ガラクタローさん。僕は札幌に住んで10年になりますが、スープカレーが大好きです。伊集院さんは北海道のグルメで何が一番お好きですかっていう。 ホヤです。あの、まあ、北海道住んでる皆さんは大抵ね、えー、ほなんてね、あの、不意に誰かにぶつけたらブチゅって面白い音がするぐらいの玩具だと思ってますでしょね。で、ね、あの、なんかわかんない、あの、ホヤベースボールの時に野球に使うだけです。ですよね。普通のあの、ホヤベえの、ね。あの、普通の野球、野球部とソフトボール部とホヤベー部があると思うんですけど、そのホヤベースボール部の,の人たちにしてみたら練習道具ですから、あの、ホヤにかけた青春、ね、たった一級のホヤのせいで人生が変わったみたいなね。あ、プロないんだ、みたいなね。<laughs> あのー、高校は出たけれどプロがないっていう。ましてや甲子園みたいな大会がないっていう。あっけしにだけなんだ、あるのは。なんですかね、ほやベースボール部。なんていうもんだと思いますけど、僕やっぱり北海道のグルメでは、ホヤが好きなのと、ちょっと北海道にここまで混みすぎてるんで、北海道の人に嫌われてもいいやっていうことを言いますね。僕、スープカレーあんまりです、なんか。なんかわかんない。最初に食ったスープカレーが、評判すげえ来たのに、最初に食ったやつがまずかったんです。 最初に食ったやつを食った時に、第一印象に思ったのが、鍋洗ったやつみたいだなって思っちゃった。薄くて。あの、カレーの鍋洗った後みたいな味すんな、これって思っちゃったせいで、第一印象が悪くて、スープカレーは全然いかないし、北海道行っても、もうスープカレーよりも、 あらゆるもんがうまいじゃんっていうことで、拾ったじゃがいもでも全然うまいって。<laughs> もう、もう、コ功マートだら、きっと皆さんの中でいろいろこだわりがあるだろうから、どこどこの何が北海道来たらうまいですよっていうかもしれないけど、俺らにとってみたら、信じらんないよ。その、コンビニでいろんな商品開発やってると思うけど、すべてのコンビニの、あの、レジンとかで売ってるもんのの中で、普通に、こう、あかんちょ、町じゃない、アカンこの、 えっと、バス停のとこにある聖コーマートで食った200円のトウモロコシ超うめえとうしい、え、ちょっと言って今から。<laughs> その感じなんだよね。北海道の人の方が多分あれに、もうありがたみの感じてないからちょっと凝ったものが好きなんじゃないのスープカレーみたいな加工をするとこまで行き着いてないね、俺。えー、っと、ラジオネーム。 ト明さん、伊集院さんの26歳はどんなでしたかもう最悪ですよね。<laughs> 俺の26歳なんて、あの、わかりませんけど、今から若い時に戻ってやり直せるとしたら、26歳で生きるだけはなくていいです。だるま落としみたいにスコンと抜けてて構わないですね。ええー、まあ、細かいことに関しては、あの、重大事件に対して時効がなくなっちゃいましたから、もう言えませんけどね。<laughs> えー、ある頃だったら、まあ多少は言ってましたけどもね。 えー、そうですね。ラジオネーム他人の頭。日常の風景や普段使ってるものなどで妙に惹かれるものはありますか僕は電信柱上部の変圧器などがごちゃごちゃしている部分に妙に惹かれます。この感じとちょっと似てるのは、バッティングセンターの、いわゆるピッチングマシンの古いやつの、なんだろうな、あの、いかつい感じ。人のいないバッティングセンターで、俺の使ってるやつ以外全部止まってるアーム式の古い チングマシンがいっぱい並んでると、なんかね、戦闘機が待機してるみたいな、その、もっと言うと、モビルスーツが待機してる感じ。太陽の牙ダグラムに出てくるやつを、モビルスーツって多分呼んでなかったと思うんですけど、うん、あれがいっぱい並んでるみたいな感じがして、なんか超かっこいいんだよね。あれ、おじさんが忘れないようにするためかわかんないんだけど、北海道の、のあれ、どこかな。西帯だったか、 その柳町だとかしちゃったけど行ったところに、そのいかつい、そのピッチングマシンに白いペンキで、変化って書いてある <laughs> 変化って書いてあるマシンが、すげえかっこいいんだよね、なんか。やっぱ戦闘機の感じがすごいすんだよね。ああいうのを見てると、最近その、パッティングセンターの写真を撮るときに、看板とか下手なイラストとかも撮りますけど、そのお店に老るおじさんの許可が撮れたときは、割と近づいて、あの、 メカメカしい部分みたいのを取るのを好きですね。えー、怒り方の巨人女。えー、22歳、彼氏いない歴22年の女子の大学生です。女性リスナーが少ないということですが、伊集院さんが女性リスナーに求めるものって何ですかっていう、ね <laughs> えー、減ればいいです、まあ。減ればいいです。この程度で嫌なら減ればいいんですよ、どんどん。<laughs> えー、メール、宮崎プロデューサーが選んでくれてますけども、これ質問じゃない、あ、質問か。柳町バッティングセンター店主って書いたんだけど、あ、でも、俺、地名があそこよくわかんないんですけど、音、音ふけ、音ふけってと勝ちと勝ち あ、えぇ、ー、伊集院さん、こんばんは、いつも楽しく聞かせてもらってます。驚きながらなので、乱文失礼いたします。丁寧な人だね。僕、トカチで、バッティングセンターを経営しています。柳町バッティングセンターっていうところです。俺、ここがトカチなのかどうかがわかんないんだけど、その、えー、柳町バッティングセンター、音吹け町っていうところは、は、詳細、ここはトカチっていう分類でよろしいんですかおぉじゃあ、この人だあの、えぇ、ー、グーグル、 のマップで、あのー、ここを目指していきますとね、目指していきますと、砂利道に誘導されるんです。でそこでパンクをいたしまして、まあ、半べそで行きまして、気分転換で行ったんですが、そこにいたのはね、おじさんなの。おじさんの管理人が行って、多分経営してる方とは違うと思うんですけど、あのおじさんの管理人の人がとてもいい人っていうか、口数少ない、ただただ管理をしてる人なんだけど、 普通さ、バッティングセンターって行くとさ、工程調整ボタンがあるんだけど、そうじゃなくて、人がそれほどいなかったせいもあるんだけど、その工程をすごいきちんとやってくれるのね。あとその、バッティングセンターの感想みたいことを一応僕はメモって書いてるんですけど、そこが、古めかしいバッティングセンターなんだけど、えー、っと、 置いてる菓子バットのグリップのテープをきちんと巻き直してあったり、ボールとかの、ええー、と、薄汚れたものがはけてあったりとかするところにとても好感が持てるっていうのと、おいさんが結構口数少ないおじさんなのに、ナイスバッティングの時に、ちょっと、ほーとか言ってくれるの。それがちょっといいなっていうのと、<laughs> 常連のおじさんと、楽天に日山が3連勝したっていう話を楽しそうに話してんのうわー、北海道で日山愛されてんだと思って聞いて、 もう完全に心バッきリ折れた後だったから、すごい好印象しかないですよ、ここのバッティングセンター。ただ、ナビだけは気をつけてって俺のナビソフトが悪いのかもしんないけど、これちょっとびっくりしたんで今いきなり読んじゃいましたけど、えー、ラジオネームペンペンさん。 tbs ラジオは良いところですかこれを宮崎プロデューサーが選んで俺に渡すってことはどう答えるかって言ったら普通、<laughs> 普通ですよ。普通です。<laughs> えー、普通です。えへへへ。まあまあ、この先見読める時間があるかどうかですが、えー、一応最終日の、えー、っと、まあ、あばしり、止まりまして、俺最近さ、もうあまりに疲れた時に、 えっと、マッサージをホテルでよ呼べるようになったっていうか、もう、今まで俺の中でマッサージ呼ぶの怖くてなんか、呼んだことなかったんだけど、最近たまに呼ぶ、呼べるようになって、したら、網走で、だっけな、網走で呼んだマッサージさんが、俺もうその辺、憶が定かじゃねえな、ドブのように疲れてたから、網走で呼んだときなのか、釧路で呼んだときなのか忘れたけど、すげえ綺麗な女の人来て、 普通のマッサージで。マジで普通のマッサージなんだけど、大人って、その綺麗な、26、7ぐらいの、綺麗なマッサージをしてくれる人、真面目な普通の、そのスポーツマッサージをしてくれる人で、 ベッドの上に寝てくださいって言われて、あの、腰をしますんで、うつ伏せになって、上またがりますって言われて、次仰向けになってくださいって言った時に、普通に仰向けにはなれるんですか大人は。<laughs> あ、もう、もうごめんなさいごめんなさい。ちょっと腰違和感があるんで、いいですっ,つって。ごめんなさい、予定よりも短かったですけど、いいですってなっちゃいますね。なっちゃうんですけど、普通ですよね。普通、え、俺わかんねえんだけど、そんなの無理じゃね。俺、俺の中で、マッサージさんを呼んだら、 男の人が来るイメージなんですよ。おじさんが来るイメージなんですよすお。お姉さんで若くて綺麗な人がそういう、来て真面目にマッサージしてくれるイメージがないの。ましてや、田舎の夜のビジネスホテルみたいなとこ泊まって呼んで、っていうイメージがないんで、あの、裏だけやってます。肩と背中、肩と背中だけで、あとは、ごめんなさい、今日ちょっと疲労が溜まりすぎてダメみたいです。つって、仰向けになっ、っ の作業に関しては、もう、いいってあの、足の、あの,足のふ、あの周りを揉むんで、もまたって話になったんですけど、それは、無理でした、ね。<laughs> <laughs> ええー、で、で、で、えっと、その、ごめんなさい、えっと、あばりの予定が、もう、ちょっとその、臨機応変に変えなきゃいけなくて、一応夜、自分で線を引き直してみて、その、渡辺総裁の言ったことを元に、あの、別に土日だから、土曜が日曜になっただけだから、ダイヤも共通だったりするんで、 あばしりから、ところあばしり自転車道と、まあ、これはクリアしたいわけです。で、このところあばしり自転車道に行きまして、で、ここがだいたい30キロぐらいあるんですね。それで30キロ先に、8時24分発のバスで、今度北見にもう一回行くんです。で、8時24分のバスに乗ろうと思ったら、30キロ約3時間前に出なきゃいけないので、5時過ぎぐらいに、ま、こう出なきゃいけないです。ね。で、えー、北見に9時半に着いたら、 10時19分発の JR で、上川という駅、これ旭川に割と近づいた駅、あの、えー、駅です。2時間以上電車に揺られて、ここに行きます。で、この上川からタクシーで中井別は近いので、自転車を積んで中井別に行ったら、ここから、旭川総運橋自転車道っていう、また二十数キロある自転車道を旭川まで行きます。行ったら、 17時58分発の函館本線で、えー、深川駅を経由して、ルモイというところまで行きまして、7時7分にルモイに着きますから、タクシーに乗って、ルモイバッティングセンターで1ゲーム打って、そのまま U ターンして、ルモイ8時発の電車から、まあ乗り換え乗り換えで、旭川に戻ってくるという、この日の工程を書いてみたんです。 で、ふとその書いてみた横の、そのビジネスホテルのパンフレットを見たら、ええー、と、網走で朝市をやってますと。で、そこは朝市の朝飯が超うまいですよっていう地元のものを食べませんかって書いた。で、朝市はこの季節は土日しかやってない。その日曜日が開催日にあたってて、こんな偶然もあるんだ。いやいやいや、だけど、本館は、ね、<laughs> ね、本館はこのダイヤ通りに動くのが仕事です。仕事 <laughs> とうとうここで、あの、何もかも嫌になりまして、俺は朝市に行くっていう、もうこんなことをやりに来たんじゃないんだ、俺は。朝市に行くっつって、朝5時に、5時過ぎに出なきゃいけないところを、朝6時半に朝市行ったらと思って、あの、朝市に行って、でそこで、こう、干物をその場で焼いてくれたりとかするわけで。欲しい干物言って焼いて、みたいなことを言うから、あの、焼いてもらい、で、イカ丼、イカ丼、 刺し丼を頼み。それとカニの外子を、あの、煮たやつあるから。それを、煮た、煮たってか味付けしたやつあるから、食い。で、これは、これを、カロリーを消化するにはどれだけ俺走ればいいんだと思いながら、もう今からのスケジュールだと、もう、旭川総運橋なんか行ってる場合じゃないし、ルモイのバッティングセンターも行けねえしなーなんて思いながら、食べてたら、食べて、食べ終わって、 で、とりあえずは、まあ、この今食った分と、それからその、ところあばしりっていう、その、あばしりからところ町っていうね、サロマ湖の方に向かってく。まあ、サロマ湖っていうのは、タズコの横顔でもタズコ久々出てきいたな、タズコ。<laughs> 昔の思い出だよ、タズコとの話は。ねえねで、その、まあ、ひし形の右上の方。 ね。あのー、北海道を軽い天気でひし形に考えると、右上の方にあるサロマ湖って方に向かってく、全部で31キロの工程の自転車道があるんですよ。で、行って、この自転車道を上がっていこうと思うんです。で、所町ってところにはバスターミナルがあるらしいんですが、もうここに関してはもうすでにスケジュールが完全に破綻してて、所町から北見ってところに向かってくバスは、えー、っと、最初乗ろうと思ってた、 8時24分の次に、9時30分っていうのがあって、9時30分の次が、5時半っていう。なんなのその間っていうそ。その間はどうしちゃったのかなっていうバスだから、もう何もすることがないんです。でいて、そこから北見に行ったら、もう、 朝日川にもうギリギリで最終でついてあと寝るだけっていう状態なんだけど、まあしょうがねえな、あそこで俺、朝一行っちゃったからって思いながら、そうね、8時過ぎぐらいかな。8時過ぎぐらいに自転車道に入ったんだけど、なんかことのほかパワーが出て、それ飯食ったせいで、結構飛ばせるなって感じになってきて、ギリギリまで飛ばしてみようかなと。俺の体力の限界で行って、奇跡の、 9時半のバスに間に合うってあんのかな ?1 時間半で30キロ俺走れんのかなっていう、こうちょっと、ムクムクと。 その前の晩のマッサージの時とは違うものがムクムクと。で前の晩のマッサージの時にムクムクしたら断コンなんですけど、今回に関しては、そうじゃない、やる気みたいなものがちょっとムクムクと、ちょっとチャレンジしてみようかなと思って、30キロどれぐらいで走れるっていう。で、思いっきり走り始める。そこに関しては。時速何キロ出てるかわからないけど、今自分の持てる、安全が保てるギリのスピードで走り始めるんだけど、 15キロ中間地点まで行ったところで、このペースでこのまま行ければ行けないことはないが、 持たねえなって。で、脈拍の時計つけてんだけど、これはもうずっと平均で135ぐらいの脈拍を指してるから、割とこう、ハードな、その、こぎをずっと続けてるわけ。これは持たねえんじゃねえか。ましてや、よく考えたら、俺、所長のバス停に着いてから、このチャリを折りたたんで袋に入れてバスに乗らなきゃならないから、その分の時間も考えると、ダメかと思って、 もういいかみたいな。ところ町で夕方までぼーっとしようと。ところ町の地面を見ようっていう。もうそれでいいんじゃねえかと思った時に、これはこの旅、最初で最後の超奇跡なんだけど。ちょうどね。 軽トラがギリギリ通れるぐらいの横幅ですね。自転車専用道路で舗装はしてあって、限りなく真っ直ぐのところなんです。でいて、まあ、アップダウンは多少あるけど、強い登り坂も、弱い登り坂もない、ただただ真っ直ぐなところなんです。で、両サイドはずっとこう、あの、緑なんです。そこに、10メートルぐらい前のとか、なんかいるって思って、ね。かなり近づいたところで、それがメスがでかい鹿だってことがある。うわ、鹿だと思ったら、鹿がこっちに気づいて逃げ出すんだけど、 ほとんどないのに、その区間の数十メートルだけ、横が柵なの。ずっと。だから、3メートルぐらい先の鹿と全く同時に鹿と一緒に走り続けるっていう、鹿をずーっと追いかけるっていう状況で、50メートルぐらい。で、鹿速いんで、綺麗鹿綺麗速いで、みんな引くかもしんないけど、実は相当上手いで、<laughs> その、あの、 鹿を追っかける50メートルで、俺鹿に追いつきたいと思って、猛烈踏み込んでるわけ。で、鹿は50メートルのその柵が終わって、そのまま森の中に綺麗に消えていくんだけど、そのスピードのまま俺行ったろうと思って。そしたら、9時10分にところちょいつくのよ俺。時速20数キロ。もう余裕を持ってチャリをかたして、余裕を持ってバスに乗るっていう。 バスで北見に行き、これだと、ちょっと早く行った分、ルモイに行くことも可能だし、行こうと、その、総運橋の方の自転車道に行くことも可能だぞ。まあ、実際は北見でも1時間半から2時間電車は待たなきゃいけないんだけど、これは行けるっていうことになって、これ復活したぞ、ルモイも。その、ルモイか、総運橋かって,言って。ね、なってたに。 急に大雨が降ってくるのね。びっくりするぐらいの大雨が降ってくるのね。うわ、大雨だって思うと同時に、まあ、しかもそこで、北見で多少時間潰して、うわ、大雨降ってきたと思った途端に、アナウンスが入って、えー、ビバイ、ビバイっていうところで、ビエイ、ビホロ、ビホロっていう、シリと北見の間ぐらいにある駅で、今、豪雨による、 路線点検が始まりましたと。で、この路線点検が確認されるまで、俺が乗ろうと思ってる、えー、っと、その、深川っていう方に向かっていく、ま、もう、ルモイに向かっていく、旭川越えてルモイに向かっていく、おほうつくっていう特急が止まりましたと。で、止まりました。それが、えー、網走りで待機してますと。ほいで、逆に網走りに行く方のお,お,おほうツクっていうのがそれはこの、の駅で、北見で止まりました。で、いつ再開するかわかりません。 これで実際もう、網尻から、えー、北見までが50分ぐらいもう電車がフルに走ってもかかるから、この時点で発車時刻に網尻にまだいるっていうことは、50分は絶対遅れるってことじゃん。で、そうするともう乗り換えでルモイに行くことができないから、ルモイは諦めるのね。それでも電車は動かないのね。で、一1時間半ぐらい遅れたところで、 こういうアクロバットがあるんだと思ったのは、今、網走に行こうと思って電車の中に残ってる人とホームの人手を挙げてっていう感じで、みんな集まってってって、バスで網走行きますと。で、今、網走に行こうと思って止まってる電車を、えー、旭川行きに変えて、逆にこれが旭川行きになりますから乗ってくださいって,って、なんかわかんないけど、こんな対応を、フレキシブルな対応を鉄道マンするんだって、感動しながら、 まあ普通に旭川に行って、なんかこの燃えたぎるあの感じが中途半端な、すごい、すごい中途半端になっちゃった。すごい。一軒バッティング出たもん残してるし、一個自転車道も残,残してるんだけど、また行くか。好きな北海道。俺北海道の子になっちゃえばいいのにな、もう何日名もある